ったな、バイヤー。晴らせぬ恨みを晴らし、許せぬ人でなしを消す。いずれも人知れず仕掛けて子孫じなし、人呼んで仕掛けに落ちろ。殺す気かい？9年前あんたに会わなかったら、お前さんと一緒になってたら、私はこんな女にならなかった。なぜ、なぜ殺さないで。しかし相手は盗人ではないか。罪もないものを13人も殺したやつではないか。仕掛け人のことはわからん。私は金のためではなく、自分の信ずることのために命を懸けることができる。小杉さん、仕掛け人は役人じゃない。もっと恨みの深い仕事なんですよ。よく聞くんだ。殺しゃ殺すほど恨みは募って、一生畜生働きの血の海から抜け出せるもんじゃねえ。バヤンさん、あんな年寄りを殺すなんて生かしちゃおけねえ。ひとまとめに仕掛けてやる。